お疲れ様です。今回のレコボコ技はスライサー。まあ名前の通りですね、楽曲をこう切り刻みます。使うのはここホットキューとかパッド FX とかビートジャンプとか、こんな風に設定できる場所があるんですけれども、ここのところからこのスライサーにしていただきます。スライサーにするとですね、こんな風に楽曲が切り刻まれます。これどういうことかっていうと、例えば普通に切り刻まない状態で再生してみるとこんな楽曲です。はい、まあこんな感じのダブステップといいますか、少し縦乗り感がある楽曲なんですけれども、スライサーにすると少しここのデザインが変わります。1,2,3,4,5,6,7,8 と分かれたんですけど、ここのパッドの部分も同じ風に数字が分かれてます。どういうことかっていうと、こうなってます。このここに対応した番号の音のところに瞬時に飛ぶことができます。それでこの切り刻む範囲なんですけれども、実はここのところの数値を変えることによって長さを短くしたり長くしたりすることができます。ここを4にすると分かりますか、短くなったのが。そして16、一番多いのは16です。こんな感じで。さらにもう一個ですね、便利だなって思うのはここにループボタンがありまして、スライスしながらループしていくことができます。どういうことかっていうと、今ループボタンを押しました。もうずっとここのフレーズ、ここのフレーズを使いながらこれでループされます。曲が進んでいかないので、ちょっとした楽曲の中でパフォーマンスする場合はこれでループかけてからスライスして遊んだ方がいいかもしれないです。ちなみになんですが、この画面をポチポチ押すのってやっぱりちょっと限界があると思うんですよね。だけどコントローラーで使える機種であれば、もうスライス機能を割り当ててしまうと非常に楽です。そのやり方を一応紹介しておきます。ここのパッドっていうボタンを押して、上のここの部分、これがコントローラーに対応した機能の割り振りになっております。ここの部分で例えばスライサーっていう風に押すと、コントローラーを押して瞬時にスライサーモードに切り替えることができます。例えばホットキューの隣をスライスに今変更しました。ということで今回の動画スライスに関しては以上となります。割と使いどころをうまくするとイベント中とかプレイ中にも、おなんかあいつの人やってんなみたいなことを瞬間的に思わせることができるのかなと。あとはまあ即興でパッドにやれる場合はポンポン叩いていったりするのは勢いよくノリノリでやるのが一番気持ちよくなるのかなと、そんな風に思いました。もしよかったら今後もレコボの小技シリーズちょっと考えてやっていこうと思うのでよろしくお願いします。